久しぶりのアップになっちゃったんですけども、先々週になるかな、まあ、全英オープンを見に行って、でそれからアイルランドのコースを、まあ、巡って、帰ってきました。まあ、全英オープンの話はまたね改めてしようと思うんですけれども、アイルランドで3コース回ってきたんですけども、この最後の日に、回ったのがこの、ウォータービルなんですね。でここはね絶景のゴルフコースとして、まあ、知られてまして、もう本当行ってみたらね本当に素晴らしい景色の、コースでした。で今これ一緒に行った日本ミッドアマチャンプの豊島豊さん、あまりに綺麗なんでね、スマホで撮影してます。でまあ風がちょっと強くてね、今これ何か言ってますけど全然柿もう風で聞こえなかったんでカットしました。でこの絶景の17番ホール、これピンまで165ヤードぐらいありまして、まあ、結構ねこれ有名なパー3なんですよ17番で、フォローの風が吹いていまして、9番アイアンでグリーンを捉えました。でこれね この日はねちょっと急いでたんでこうカートを借りて、回ったんですけども、このティーグランドからねコースまでこの道のねなんか疾走する楽しさっていうかね、これがまたやっぱりリンクスゴルフの魅力でしたよね。でこれ17番は右サイドの海で、これは、まあ、ここに乗ってまして、まあ、この日ねバーディーがなかったんですよ。これ本当に最後の54ホールやったうちの53ホール目だったんですけど、まあ、1日1個ぐらいバーディー取りたいなと思って、いるとこです。でこれ一緒にまた柔道丸山茂樹プロの、キャディをやってたことで皆さんご存知の方もいると思います。その前は倉本正弘プロのキャディをやってまして、今このアイルランドでですねお仕事をされてるんですね。はい、無理やり入れました、強めに打ってねこれで1日1個バーディーを取れました。思い出に残った。でこれが最終の18番ホール、このホールもね綺麗な、もう本当に美しいパー5で、これ先ほどもちらっと映りましたけど、オーナーの一人 のアメリカ人の方がカートに乗って我々のプレーを見てました。もう本当ねこの3日間なかなかね当たらなかったんですけども、最終日になってようやくねちょっと当たるようになってきたかなという感じです。もうアイルランド の世界のトップ100に入るリンクスで、スイング練習をしてきちゃいましたという感じなんですけど、まあだけどねなかなかねその脇腹のなんていうの何だっけ曲げるっていうかね右脇腹を縮ませるってことがなかなかできなくてね、まあ、球に届かないことがね、まあ、多々ありましたねこの3日間ね、まあ、それに気づいて、まあ、だんだん当たるようになってきたんですよ。まあ側屈っていうのはねなかなか大変ですよね。それをまあ実感して帰ってきた感じです。でまあこれもフォローだったんでね、もうまあ、ピンまでも240ぐらいのところまで、持ってきてまして、まあこれまあ、レンタルクラブというか借り物のユーティリティで最後打ちまして、まあ、ちょっと左に、まあ、引っ張ったというか、まあ、ここ、まあ、これ見えてる柔道のボールと僕のボールが、まあ、仲良くここにありましてという、まあ、最後のホールのプレーでした。でこれが一緒に回った熊さんと、まあ、今豊島さんだったところですね。まあ、だけどね昼はゴルフをし夜は
美味しい食事と美味しいワインを飲んで楽しい旅でした。これで最後のこのホール終了という場面を一番先に入りご覧に入れましたというところです。尻上がりに調子を。大変忙しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これね、あの豊島さんのプレーはね、おいおい見ていただきますけど、いやまたもう本当にさすがというプレーで、もうとにかくボールが曲がらない、もうびっくりしました。まあ、本当にね、一緒にまあ本当にトップアマと回っていただいて、まあ、本当得るところも多かったアイルランドのゴルフでした。